今年の春の叙勲が発表されました。県内では75人が受賞の栄誉に輝きました。社会で顕著な功績を挙げた人に授与される旭日賞は22人で、旭日中綬章を元静岡市議会議員の静岡市の内田進さんなど2人が受賞しました。また、旭日小綬章に5人、旭日壮功章に12人、旭日炭鉱賞に3人が輝きました。公の仕事に長年従事してきた人に贈られる瑞宝賞は53人で、瑞宝中綬章を元静岡市立病院院長の静岡市の島本光臣さんなど4人が受賞しました。このほか瑞宝小綬章に11人、瑞宝壮功賞に24人、瑞宝炭鉱賞に14人が決まりました。伝達式は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となりました。